はい、どうも、ドクペスキーでーす。やっほー。今回はこちら、ドラゴンフルーツ、簡単に食べれるよっていう動画でございます。というわけでこちら、スーパーで買ってきたドラゴンフルーツベトナム産だね。だいたい400円前後。こんな感じなんだよね。よく見てみると、まあ、ちょっと時間は経ってるかなと思うけど、派手だよね。これ、バナナみたいに、ここから、ムキムキします。こんな感じでゆっくり力加えていくと皮がむけます。みんな、まあ、2つに切ってよく食べてるけど、このままいけるのよね。というわけでこれを押したい。こんな感じで。まあちょっとね、古くなったので開きにくいけど、割とね、サクサクサク、こんな感じで展開できます。で、どう食べる？そう、丸かじりだよ。いやー、ドラゴンフルーツ、丸かじりいただきます。いやー、このサクサクした感じとさ、つぶつぶしたのもさ、多分いいよねー。で、ほのかーに甘いのよ。で、ドラゴンフルーツって何っていう人に向けると、まあ、別名ピタヤっていうサボテン科の食べ物なんだよね。色はね、この白と赤があるんだけど、基本的に赤の方が甘いって言われてるけど、私は白の方が好きかな。結構ね、みずみずしくて食べやすい。まあ、注意点としては、見た目が苦手な人は苦手かもしれないって感じかな。ただね、美容とかでもいいとか言われてるからいいよね。結構ね、サラダとかに入れてるパターンが多いんだけど、私はこのまま食べるのが好き。そう、好物。ドラゴンフルーツ。別名ドラゴンハートというような感じでね。ちなみにドラゴンフルーツって言われるゆえんとしては、竜の心臓みたいだから、ということなんだよね。まあ、でも実際にはね、そんな肉肉しい味とかじゃないから、とても食べやすくてあっさりしていて、おすすめでございます。ね。基本的にはこれを半分とかに切ってスプーンでほじって食べるっていうのが一般的な食べ方かな。ただ割とね、そのまま食べるのが好きです。まあ、高血圧の予防とかむくみ軽減とかっていうのも期待できるっていうのもいいよね。ちなみに、皮は、美味しくないからね。一回食べたことあるんだけどさ。まあ、サボテン科だからな。アロエとかの皮食べる感じよね。あんまり美味しくないというか、美味しくない。ただまあ、身はね、とても美味しいのでおすすめでございます。ねえ。甘いかって言われて、ほのかに甘いが正しいよね。キウイとか好きならば好きかもしれない。キウイもこんな感じで種あるからね。種っていうかまあ種？ねえ。いやー、ほんとさ、冷やして食べると美味しいのよね。このサクサク感？いいよね。シャクシャク感って言った方がいいのか。サクサクというよりは。もう後ろにタガメを置いてるのは他意はございません。食べたりするけど、いや、全然美味しいからね。見た目にね、苦手っていう人いるかもしれないけど、マジでうまいからさ、こういうの。いや、まあ、好みの問題もあるか。で、こんな感じでね、バナナとかみたいに、皮を持って剥きながら食べれるので、正直言うと、スプーンも何も必要ないかなっていう感じ？せいぜい必要なのはゴミ袋ぐらいかな。こんな感じで綺麗にね、取れるからね。どうよ。美味しい美味しい。結構スプーンとかだと、まあ、ちょっと食べにくいとか残ったりするけど、これだと結構ね、ギリギリまで食べるのでおすすめでございます。という感じで私のおすすめの食べ方。どうでしょうか？ドラゴンフルーツ。ぜひ、チャレンジしてみて。スーパーで結構売ってるからね。ではでは今回この後で終了します。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。では、ごちそうさまでした。またのー。